さんは富士山を知っていますか？いいえ、知りません。富士山って誰ですか？人じゃなくて山の名前です。あ、富士山の山は山です。あ、そうですか。有名な山ですか？ええ、日本で一番高い山です。そうですか。日本一ですか？ええ。丸山さんは富士山に登ったことがありますか？ありませんけど、一度登りたいですね。富士山って何メートルぐらいの山ですか？3776メートルですよ。橋本さんはよくお酒を飲みますか？ええ、大好きですよ。よく飲みますよ。ああ、そうですか。お酒の中で何が一番好きですか？そうですね。ワインが一番好きですね。赤ワインですか？いいえ、赤ワインより白ワインの方が好きです。へえ、どこのワインをよく飲みますか？一番はドイツのワインですね。次はフランスのワインです。早川さん、今日の私の予定は？はい、社長。今日はお昼の前に、タスク社の田中さんが来ます。うん、それから田中さんが来る前に、会議があります。うん、午後の予定は？会議が2つあります。時間は？2時から3時半と3時半から5時の予定です。そのシャツいいですね。これ昨日買いました。そうですか。どこで？ちょっとすいません。はい、MLC です。あ、もしもし。私は火曜日と木曜日の8時からのプライベートレッスンのポールです、はい、あ、ポールさん、こんにちは。こんにちは、すみませんが、はい、明日のレッスンのキャンセルをお願いします。あ、はい、わかりました。じゃあ先生に言いますね。はい、お願いします。あ、すみません、木曜日は大丈夫ですか？はい、木曜日は来ます。え？あ、すみません、木曜日は行きます。あ、はい、わかりました。じゃあ木曜日に。はい、失礼します。失礼します。すみませんでした。そのシャツはどこで買いましたか？これはユニクロで買いました。1500円でした。あ、そうですか。じゃあ私も明日ユニクロに行きます。